A です。おお、余裕ですね。余裕な感じですね。まだちょっと時間あるから。あ、そっか、今日は試合当日ですよ、はい、いよいよ頑張ります。いや、でも緊張してる。緊張してますか。いや、今ちょっと会場見たの。いや、会場、そこちょっと開けれる。いいのかな。会場はですね、まあ、こういう感じになってます。大丈夫かな。あ、照明はライジンとかね、やられてるところの照明みたいなんで、結構ガチガチなんで、かっこいいっすよ、結構、入場。入場とかさ、どうするんだろう。それは達也に聞いてもらって。桜めくるみたいに、やっぱこういうのあった方がいいのかな。あー、どうだろうね。まあ、そこは達也に聞こう。そうだ、うん、入場の仕方。うん。あ、でも、いたね、自慢。自慢ちゃんいたね。自慢いたね。ちょっと喧嘩っぽくなってたけどさ、まあでもね、今日は勝つでしょ。まあ、勝たないとね。なんか、どうやら TikTok で見たんだけど、なんか真空膝蹴りをしてくるみたいなのが言ってた。なんか TikTok で煽ってたよね。今年も参戦ということですが、その参戦理由は何ですか。参戦理由、そんなもんお前会場にお前あの時にお前オーディションの時に喧嘩られたか決まってんだろ、もうだよ。あ、そうだよ、まあ、あの時お前俺普通にお前を喋ってたのに、あいつがお前ちょっかい入れるからお前シュークリームぶつけてやったんだよ。そしたらあの野郎お前俺にとっくみかかってきたろ、んだけどふざけやがってよ。今回大岩達也チャンネル VS 中澤達也チャンネルって YouTube のそのなんか対決みたいになってますが、ああ、今度達男の丸だよお前。今倒したらお前今度は3つだよお前。待っとけこの野郎、11月だなあ。待っとけこの野郎、11月だぞお前。今を倒したら次は3つだよお前。待っとけ。そうですね。じゃあまず、あ、今に、じゃあ今日今回何で勝ちますか。そんなの決まってんだろお前、真空飛び膝蹴りだよお前、この野郎。真空飛び膝蹴り。まあでもさ、自分の身長以上上に上げないといけないわけだ。まあそうだよ、届かないよリアル、うん、今日は実質は大岩達也チャンネル VS 中澤達也チャンネルだから、まず勝ってもらって、もし仮に負けた場合に、ジマちゃんは俺に喧嘩ってたでしょ。次は密だっつって、なんかもう俺倒して、サクッと俺倒して密がお前やろうぜみたいな感じだったから、全然いいんだけどさ、なんかそのいや、なんかそれちょっと気に食わなくて。あ、そうか。なんかサクッと倒してっていうか、そもそも今日勝てんの大丈夫って言って。ああ、なるほどね。そうして、まあ、とか言いながらちょっと俺も緊張してるし、内心バクバクで大丈夫かなと思ってて、まだまだ勝ちます。頑張ります。まあ、とりあえず今日頑張ってもらって、とりあえず達也も今日まだ来てないんで、あの大岩達也は社長出勤でちょっと練習してから行くって言ってたんで。ああ、確かに。朝一 LINE は来たよ。お、なんで来た。まあ、直訳するともう格闘技舐めんなよっていう。舐めずに頑張れよ。舐めずに頑張れよってこと。お、舐めたら大変だから頑張ろうねみたいな。あ、そうだね。の、そう、まあ、来ました。まあ、とりあえず今日はね、いい一日しましょう。はい、とりあえず、そう、控室行ってまたちょっとゆっくりして、はい、行きましょうか。はい。あら、メイシン。え、元気？メイシンは、つぐったちの地元のね、翔平の息子です。そうなんですよ。イエーイ。今日一緒にね、試合出るっていうことで、すごいよ、全然緊張、俺めちゃめちゃ緊張してんのに、もう試合も余裕っつってね、すごいよね。試合何回目なので、あ、1回目なの、初めて。2回目なの。そう、頑張ろうね。たまたまね、こう同じ日に試合だったんだよね。はい、翔平です。あ、どうも、こんにちは。まあ、翔平は知ってる人は知ってるんじゃないかな。前も出たもん ね、YouTube、うん、満腹食い行ったしね。そうだね、満腹食べ行ったし、僕と元々音楽やってたしね。この前ライブもやったしね。そうそう、の、まあ、息子の。そうなんですよ、息子のメイシンが。メイシンなんですよ。出るということで、よろしくお願いします。メイシン勝てよ。はい、じゃあねー。おー、サービス制ショット。バイバーよ。バイバイ。じゃあ、イムとハイタッチして勝つぞっつって。へい、頑張ろう。頑張ろう。鼻長い。なんて言った？鼻長いな。なんかへこんでるみたい。ちょっと迷信帽子取ってみん、帽子。帽子取ってみん、帽子。帽子取るスピード早いな。どう？いけてる？ああ、触るな。さあ、いよいよ試合ですね。30分ぐらいかな。聞かないですか。聞かないです。こんなんじゃ俺には聞かねえやん。何やったんだ今日。
どうですか調子は。何撮ってんだお前よ。え、いやいや、え、対戦相手何撮ってんだよ。え、ダメですか。だってこれ多層の谷だろ。そうです。た、た、達也ですね。達也だろ。た、達也です。もういいよ、達也のチャンネルじゃねえかったくよ。そう、いや、だって何回待ってるじゃねえかもう。ここは僕らは控え室なんでちょっと。何で来てるんですか。ちょっと誰。こいつこだ、こだ。作戦会議ある。いいんだよ。あ、控え室どこですか。こいつこっち。ちけえ。あ、見ちゃダメっすよ試合前に。いいんだよもう見ちゃってるじゃねえか。視察だから。大丈夫だよもう。いいんじゃねえか達也な。いいよちょっとぐらいよ。ちょっと。どうなんだ。やってやかんなお前な。待っとけよなこの野郎。ジマくんなて。なんだよ。やめろよお前よ。ちょっとラブラブしないで、ラブラブしないでください。ラブラブじゃねえよったくよ。あ、すいません。試合で決定つけたもん。もう試合決定でって言われてんだ。試合決定で。またじゃあリングで会いましょう。リングで会いましょう。もうちょっと下座がある。今度お前だから。今度お前の番だから。ミスじゃない。ミスじゃない。ミスが終わったら今度お前の番。いやいや一回ミスに負けるっす。今日スキーエットなんですよ。お頑張って。お疲れ様です。あ、ありがとうございます。応援してる。余裕だから。いや、それは分からない。めっちゃ強い。それは分からない。いや、絶対勝てる。そっち話すか。うん。あ、マジっすか。うん。なんかツイッターで言ってくれてたんで応援してくれてるのかな。いや、それはしょうがない。いや、本当でも嬉しいですね。こっちだってな。で、今日負けた方はじゃあスキーエットということでお願いします。俺自身全部スキンヘッド食じゃないよ。本当ですか。うん、俺は大事にしたいです、ね。あれなんか随分ストレスがすごい。だって別になってもスキンヘッドも何ももう入ったらいらねえからかのよ。触んねえだろそれ。だから俺はだからいらねえって言うんだ。別に食じゃねえからな。じゃあスキンヘッドマッチでお願いします。リング練習。で、俺ら後ろからついてるから、で、リング中だったら走って、こうやってリングやろう。どっちが上か、どっちが上だったらこうだ。こっち。あ、おめでとうございます。ありがとうございます。体重差もあったから、どれぐらいさ差があるのか全然分かんなかったから、結構最初怖かったんだけど、うん、なんとか勝ててよかったね。しかも KO 勝ちですよね。初めての初 KO、 初 KO すごい。しかも結構豪快に KO してバーン。なんか、まだなんか加減がさ、いまいちよく分かんなかったから。加減中、加減中、加減中に加減中ってこと。なんか結構かわいそうっていう意見も結構いただいたから。いや、そんなこと気にしとってダメだよ。そんなこと、ただでいいと僕打たれてさ、戦いよ。そうだよ、そう。大丈夫だよね。そんな、あ、大丈夫に座ってるじゃん。そんな、当たり前でしょ、試合なんだから。でも、リング降りたら、リング降りたら、あれだよ。敬意を持って、これで一勝一敗じゃない？成績は。どう？またやりたいと思った。試合。
本当やっぱね、もらいたくないなんか結構攻撃してたっていうよりかはとにかくもらいたくないなって先行して、いやいや、でも良かったじゃん。そう、なんかいろんな技試せてよかったね。しかもあんな貴重なさ、ね、リングでできないし、うん、あんな、まあ、お客さんがいる中で、ね、試合機なかなかできないし、ね、結構気持ちよかった、ね、入場もあってさ、まあ、ちょっとリングインが焦げつったけどさ、あれ何ガッチでしょ、あれはだから緊張したよ、ちょっと緊張、いや、俺がやった時に足結構焦げつったからそういうことか、まあ、緊張で落ちたんだな。でも会場見たの回ってねえあれでしょうがない、まあ、しょうがねえ、寂しいやつや。ジマちゃんもダウンした時にみんなさ、ジマちゃん立てみたいな、ちょっと応援しちゃったわ、ちょっと。まあ、頑張れ、頑張れ。お互い好きだった、うん、俺は。俺は良かったよ、本当に。ね、お疲れ様でした。挨拶しに行かないと。そうそう、あとでも、イブね、こう、試合初期全能してたから。そうさ、アッパー、このダブルの。めっちゃ、ね、あれめっちゃ良かったし。めっちゃ使えるわ、ね、でも逆にすぐできるってことは、本当に、イブ練習今回あんましてないし、うん、本当に才能あるから。あと結構見てきたから、うん、なんか、やったことないけど、うん、頭の中でなんかイメージみたいなのが結構ね、あったりするんで、まあ、頑張りましょう、頑張ります。次の戦いに出て、また試合に出たいし、出たい、次の格闘技大会を探していきますので、探していきますわ、それ面白いね。あと、ジマちゃんに移るっていう説もあるから、うん、ジマちゃんがさ、勝って、で、まあ、今日、実際こう会ったわけ、朝ね、うん、で、あれ、僕ともいるんですかみたいな、嘘だよって言ったから、まあ、でも悔しくてやり返したいって言ったから、まあ、そうなったらやってあげるけど、気をつけろ、俺が本気ですよ、怖えぞ、でもね、俺自分ちゃんと作るのがいいやりたくない、やりづらい、まあ、そういう感覚でしょ、ちょっと、まあ、関係ある、そうそう、言いたいことはそういう人になっちゃったなっていうのは、まあね、でも分かんないよ、試合やる前とかって応援されるかもしれないっていう恐怖心で、もしかもさ、ジマちゃんさ、一発でめっちゃ強いの、こりやすいよ最後ね、わーっつって、あれ、うん、あれも実際分かんないよ、本当は、もしかしたらね、倒れるかもしれないし、倒れちゃうかもしれない、だからやっぱ、リングに立った以上はもう、それはね、もう、そういうことだから、あれ一発だけだけど、ちょっと口切れたら頭痛いもん、一発で、そっか、まあ、とりあえず、ジマちゃんに挨拶行って、はい、行きますか、はい、はい、あー、さっきありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。全然覚えてないですよ、俺倒されたっていうのが。あ、本当ですか。どこから覚えてない。いや、倒されてから2ラウンド目が始まってどんくらいでした。結構半分ぐらい、半分ぐらいだった。1分ぐらいじゃないですかね。あ、じゃあ本当なんですか。いや、全然覚えてない。達也さんは、いや、多分体力ないだけだからって言って。え、体力ないだけだから。体力ないだけだから。大丈夫、体力ないでいいのもって。体力でしょ、体力でしょ。あ、それ倒れたって。はい、体力でしょ。覚えてないですか。覚えてない。一発当てたのは覚えてます。どこに。ボーン、どこに。ラーメン。誰の。あ、俺が。はい、そう。覚えてないですか。全然それも覚えてない。あれ2発か、たぶん、やばかった。え、それ2ラウンド目ですか。2ラウンドです。ちょっと口から頭痛いです。ちょっと気に、まあ気に入ってた時に、振りすぎてバーン。あれ結構危なかったっすね。ちょっと試合前に言ってたんですけど、まあ、カミソリまあ、スキンヘッドっていう、全然スキンヘッドは別にならない。それ覚えてます。スキンヘッドは別にそうならない。あ、それ覚えてますか。それはいいよ。いいです。スキンヘッドでしょ。はい、全然いいよ。じゃあまたチャンネルで、またチャンネルで後日、はい、あ、了解です。撮影で、じゃあそれ中田君に言ってもらって、はい、なんかお疲れ様会も含めて、そうだね、なんか撮影もできたら、試合終わったらもう仲直りなんで、でも全然仲直りになってる、うん、次から立つのがあるんだから。え、僕とやるんですか。水着大丈夫。次立つのがあるんですか。水飛ばしようと。あ、そっか、水飛ばない本当もういいですよ。あ、ノリでできるもんじゃないから、こういうのすごいっすね。でもかっこよかったです。こういうのはノリでできるもんじゃない。いや、本当そうっす。ノリじゃ、あの、危ないっすから。で試合終わったんで、中でちょっとバチバチだったじゃないですか。いや、でも本当に中、それ会見からもう結構バチバチだったじゃないですか。会見ボチボチだったこいつが悪いんだから。まあそうですね。で、まあ試合が終わって、また今もう主役でもねえけどないかな。はい、ちょっと、いや、でもありがとうございます。本当はもう本当はありがとうございます。はい、すいません、いい経験になります。はい、もう次頑張ってください。はい、ありがとうございます。僕はもうこの先人質年齢的にもうあれですけど、いやいや、今子まだ若いから、いや、これがいろいろ挑戦します。はい、やってみようか。あの、もし僕に協力できることあれば、うん、全然あのチャンネルの方も協力しますので、はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。おめでとうございます。ありがとうございます。達也はね、来てもらえる、来てもらえない、マジで全然違うね。俺じゃダメ、やめな。三つ子も全然めちゃめちゃ助かった。あ、そうですか、うん、でもやっぱ、本当にいないと厳しいっていうか助かったんだけど、なんか試合的な面での安心感的なやつは、うん、やっぱ全然違う、リアル。あ、そうね、うん、そうです。なんか安心感、それはね、がすごい経験です、うん、成人抜きで今はポテンシャルマジ高いなと思った、うん、だからそこはすごい自信持ってもいいし、まあ犬が格闘技をね、どういう気持ちで見てか分かんないけど、俺はこんなね、ポテンシャルがあるんであれば、まだ若いし、正直31だし、なんかいろいろ挑戦してさ、今、まあ、プロのリングだけじゃないじゃん、いろんなとこで試合がさ、できる環境だからさ、そこで行って、なんか挑戦していってほしいなって。アマチュアの中でも頑張っていくね。それで分からんよ、それでちょっときっかけがあって、プロのリングが上がるかもしれないし、ね、それは分かんないけど。逆にもなんかめちゃめちゃ毎日練習してる人たちに申し訳ない。いやでも、いやそれは自分が火がつくかもしれない。まあ、そうだね。イブの試合、まあ、今日見て俺も刺激もらったし、まあ、何かしらね、まあ、俺以外でもこう刺激もらってる人絶対いると思うから。でも本当に達也に直前で教えてもらったやつだったよね。マジで教えてもらっといてよかったね。だから冷静だったよね。冷静。あ、そう、そんな焦らず。なんかジャブが結構早い段階で入った。そう。それ二つ目のジャブさ、もう聞いたから。そう。なんかあ、聞いてたね。聞いてた。あれ、そう、グラッてしたから。なんかあれだけでもなんか当たったみたいな感じだったから。イムのジャブ重いから。あれだけで、ね、そう、あれだけでジマちゃんも聞いてたから。そしてもうコンパクトで案外本当にうまいよジャブ。トントントン。力そんなに入れてないし、それでもうあんだけ倒れるから、倒れるというかあんだけ効くから自信持った方がいいし。じゃあ皆さんマサラオチャンピオンじゃないですか。とりあえずどうですか。まあ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 少しずつ、うん、まあとにかくあの無事怪我なく、やっぱ足痛いらしい。まあそれはね、結構蹴ったもんね。なんかあのちょっとあの左の引導はちょっとあの初やとかタケルを真似してみた。おーつってできもしないのに2発やってみたりとか。でも結構バックブローやりたかったけど、バックブローちょっとバックブローバックブローってやつだっていろいろやってみってね。本当おめでとうございます。ありがとうございます。それではちょっとあの落ち着いたら、うん、また達也、まあ、さんのチャンネルとか、うん、ご飯みんなやったら行、ね、けたらいいね。そう、いや、お疲れ様でした。ありがとうございました。まあ、本当最後に感謝ですね、ジマちゃんと達也さん。本当にそう、ね、なんかこんな経験ないからな、ね。初めてだよ俺、なんか自分で今まで頑張ってきた分野でさえこんななんか大人数の中でね、なんか見られることなんてないかもしれない。これからあの試合前もちゃんと準備しとこう、いろいろと、うん、今日どんだけやった、いろんなことやった。うん、間違いない。直前で水買ってきてもらったり、そう、直前で洗濯しとるし、うん、タオルもないし、タオルも直前で買ったし、水もありがとう。いやいや、とんでもないです。じゃあお疲れ様でした。はい、ありがとうございました、はい。じゃあ今日、ルミさん締めた方がいいんじゃない？分かったし。それでは来週もまた見てくださいね。じゃんけんぽん。おー。それではまた、次回のところで。じゃじゃん。チャンネル登録ありがとう。高評価もありがとう。今日もありがとう一日。明日も笑って一日。